二小学籍大学附属高等学校は、東京都千代田区区段南二丁目にある、私立高等学校。二小学籍大学の附属学校である。千鳥ヶ淵二小学籍大学は、備中松山半半市の三島中州が、東京府高島地区一番町43番地の、指定内2877年に創設した、漢学塾を起源とする大学である。は、 1861年に三島中州が開いた漢学塾古校系跡まで遡る。古孔系跡では明治政府の出資の命による東京下未行まで11年間にわたって指定の教育にあたり、学徒は12班に及び常に60人から70人に及んだという。その後、三島中州は明治維新後の西洋思想一辺倒に傾き始めた世の中を危惧し、 市である山田報告の死去に伴い生前の助言に従って、日本固有の儒教道徳の確立を目指し、1877年10月に、漢学塾に小学籍を創立した。普遍の節奏検定を象徴する松木が、定常に2本あったこと、関与の間県進む長壁記に、大樹2章、曰くがそのまとあり、 学者として、後の世まで続くことを願いに小学籍と命名された。に小学籍にある、育英の精神は、西洋文化の摂取を救急としている事節を憂えた、三島が、東洋文化を学ぶことこそ、我が国本来の姿を知り得るとして、己を、治め人を、治め一世に有用なる人物を養成することで、東洋学の確立と新時代を担う。 国家優位の人材の育成を目指したことにある。交渉、松笠の組み合わせは、生徒、教職員、父母が三位一体となり、今日に育っていくという教育方針の象徴である。また論語の、年寒くして叱る後に、小白のしぼむに後ルルを知るなりの小負の、困難に遭遇した時事故の進化を発揮できる人間、の完成を目指すという意義が込められている。 高歌作詞高歌制定委員会作曲東京音楽学校一、平和の奥に栄えん花と靖国の桜は匂う窓染めてああ緑古木大公共青木で聖規子の学ぶ席に世界の光東洋の学次池と願い手立てし中志ああ松が枝は年振りて、伝統清氷子の学ぶ席高期校風部活動公式野球部ダンス部制服スクールカラーありがとうございます